皆様こんにちは、まりみちゃです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、普段仕事に持って行っているカバンから新しく持っていくカバンに荷物をただただ詰め替えるという動画になります。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。そうなんです。今持ってているカバンあるんですけども、ショルダーなんですが、ちょっとちっちゃくて、水筒が入らないんですね。500の水筒が。なのでちょっと詰め替えようかなと思っております。はい、ちょっとマイクをね、いつもはタスカムなんですけど、今日はイエティの方で撮ってます。久しぶりにね、ちょっとイエティ出したんですけども、はい、音どうかな、違うかな。ということで今使ってるカバンですね、はい、こちらになります。これね、メンズのショルダーバッグなんですよね。濃い紺色、濃紺のちょっと村染っぽい感じになってて、ショルダーですね。でこういう細部は革になってて、すごく私は好きなんですよ。で軽くて使いやすいですね。ただちょっとね、小ぶりなんですよね。はい、なのでちょっと水筒が入らない仕事の荷物を入れるにはちょっと向かないかなっていう感じで、開けるとこんな感じ。中身1個ずつ出してきますかね。まずこちら空っぽなんですが、これにはこれ100円ショップでね、ダイソーで購入したものなんですけど、これにもいつもマスクをね入れてってます。ちょっとマスク取っていきますね。はい、このマスク、私は、普段はこれね、前の職場の時に大量に買ってあったカラーマスクをつけてます。はい、こんな感じでいつも持ち歩いてます。これとあとはこちら、これはデルフォニックスの、はい、ペンケースですね。中にまずいものが入ってないかちょっと確認してから。じゃん、あ、ここにお薬入ってたじゃん。ジェットストリームの会心ですね。を入れてます。と、お薬。ああ、もうこんなとこに入ってた。いつもないと思ってて。上に入れとく。はい。で、あと、シャーペンの芯と、USB メモリーですね。が入ってます。はい。で、これと、こちら、これはマイリトルボックスを購入してた時に、付録でおまけ付録なんか小物が1個必ずついてくるんですよ。それで、はい、入ってたものなんですが、中にはちょっと今お見せできないんですが、銀行のキャッシュカードと通帳入れに使ってます。なんか本来であれば、なんかカードとか、あとアクセサリーをね、ちょこちょこっとしまえるような形になってるみたいなんですけども、私はちょうどいいんですよね。通帳とキャッシュカードがここに入ってます。開けませんが、はい。それとはい、こちらのカードケースですね。これはこれも開けません。いろんなポイントカードとかね、そういったものが入ってます。見せれるところあるかな。あ、こんな感じで、スタイリスト後藤とかマライカとかね、こんな感じで入ってますね。スノーマンの会員証とイオンペットのポイントカードみたいな、こんな感じで入ってます。はい、これとあとは鍵、私が作ったキーケースね。と、もう一個、鍵。これ、息子ですよね。これ、ずっと昔使ってたやつ。で、同じ鍵が入ってます。これ、スペアキーですね。息子がね、なんか、カバンの中ポイって入れたみたい。それと、お財布ですね。私が作ったお財布になります。はい。これだけ、このケースもね、同じやつで作ろうかなと思ってる。はい、これだけのになります。あ、あとまだあった。ハンドクリーム。で、
まあ、仕事用のカバンなので、あ、そっか、ここにチャックがある。何か入ってるかな。ああ私結構カバンのこういうポケットのところにサニタリー、あの生理用品ですねを直接入れちゃうので、はい、ちょっとお見せできませんでした。あ、ここのポケットには、はい、ちょっと洗ってありますよ、ちゃんと。全然でも使う機会がないから、ハンカチとティッシュ、ボロボロになって、ティッシュしかもゴミ入ってるし汚い、これ一回すあれですね、ティッシュとあと漢方薬補充液とが出てきたけど、これはちょっと持たさないで、あとはボールペンですね。何かのきっと勉強会でいただいたボールペンですね。が入ってました。はい。あの、すごく使い勝手はいいんですよね。ここに2つこうポケットがあって、こっちにもポケットがあって、何かスタンプカードがまだ入ってるけど、ここにもね、こう、ジッパーのポケットがあるので、すごく使い勝手がいいんですけども、はい。これはちょっと見せられないんですけど、職場のキーですね。職場のキーを出しておかないと、はい、ですごく使い勝手はいいんですよ。ここにもこうポケットがあるし、なんですが、やっぱ仕事に持っていくにはちょっとな感じがするので、こちらはもうさよならしますね。またよいしょ、またね。はい。で、今回使うのはこれ、前にもね、この購入した時に私のカバンの中身紹介の時に使ってたカバンです。はい、あの、別に新しいものを新調したとかそんなんでもないです。いつか自分のね、こう仕事用のこういう大きさのカバンを作ろうと思ってるので、はい。で、あの、本当何のね、新しみも何もないんです、今回の動画すいません。ただちょっとせっかく入れ替えるなら動画にしてみようかなと思っただけなんです。はい。で、こちらの方に詰めていきますね。ちゃっちゃっていきましょう。ここには、じゃあこのハンカチとティッシュ、ボロボロなのね。はい、入れてきますね。なんでこんなティッシュとかボロボロかっていうとね、仕事の行き帰りだけでティッシュとかってあんま使わないんですよね。ティッシュとか、ハンカチって。なのでずっと入れっぱなしになっててボロボロになっちゃった。ちなみにこの手汚れてるの、さっきまで手帳書いてたんですよね。なのでちょっと汚れちゃいました。はい。で、気を取り直して、ここメインのところね。このカバンは前に一回、ご紹介で出してるんですけれども、こっちにも同じようにね、こう、あらららら、あ、こっちゃ。こっち側にもね、こうやってチャックがあるんですよ。ちっちゃめのポケットが、この、ここら辺までのポケットがあります。こっちにも同じようにポケットがあります。で、よいしょ。中開けるとこんな感じ、結構大きめで、こっちとこっちにちっちゃいポケット、仕切りポケットがあって、ここに大きなポケットが1個ついてるっていう感じになりますね。こんな感じで、はい。で、ね、別に本当動画にするほどでもなく、ただただ詰めていくだけなんですけれども、こういうものはね、こうやってメインのところに入れちゃいますね。大きめのものは。と、これですね。と、これもメインの方に入れちゃいます。はい。で、このちっちゃいところに私は鍵ですね、を入れます。はい。あー、これどうしようかな。これはこっち入れとこうかな。あんまりね、大きいところに入れちゃうと、わからなくなっちゃうんですよね。こんな感じ。これは後で、いつも片付けてるところに片付けますね。で、財布は大きいところに、よいしょ、入れます。終わっちゃうじゃん。この動画終わっちゃうじゃん。まあ、いいか。よし。で、ボールペンね、ボールペン。あんまり外で使わないけど、一本入れとくことにします。キーケースと一緒に入れとこうかな。あんまり好きじゃないんですよね、ボールペンカバンに入れるの。知らないうちにね、カチッて芯が出ちゃうと中汚れるじゃないですか。あんまり好きじゃないんですよ、ボールペン。こうやってノック式だとなおさらね、上カチッてこう押されちゃうと
汚れちゃうから好きじゃなくて、でもこれまだ使ってないからね、ほら封がしてあるからいいか。ここにじゃあ刺しておきますね。はい、こんな感じになりました。で、職場の鍵見せられないけど手の中に握りしめて、職場の鍵はすぐ取り出せないと困るんだよね。でも落とすのも困るし、あ、この外側のチャックのところに入れときましょう。私ね、これ次職場行くとき忘れそうどこ行ったってなりそう。はい、こんな感じになりました。ただこれちょっとね、よいしょ、なんかくにゃくにゃしてて自立しづらくって、中のものがあれなので、ちょっと何かまた考えて、あの取り出しやすいような形にしようかなと思います。はい、あの収納動画とかでね、ちょっと参考にしてる方のやり方を真似っこしてみようかなと思います。はい、お買い物袋も後で入れておこう、1個。よし、なんて動画だ。あ、ハンドクリームがあったハンドクリーム入れておこう、これを入れておこう。ハンドクリームじゃ鍵と一緒に入れておきます。こんな感じ。よし、はい、こんな感じになりました。これでね、今ちょっと水筒はここには置いてないんですけれども、 500ml の水筒も一緒に入れれますね。お弁当、私お弁当袋を別に持ってるので、はい、いいかなと思うんですけれども、よし、やっとこのカバンの、あ、なんて言うんだろう、あの生地がね、こう季節的にちょっと詰め替えるの遅すぎたかもしれないけど、うん、やっと使える季節になったなと思います。はい、まだ12分しか経ってないの、撮り始めて。まあ今回の動画はちょっと短めですが、今日もう一本撮りたい動画があるので、この辺にしておこうかなと思います。本日の動画は以上になります。インスタグラム、ツイッターしております。概要欄の方からお気軽に遊びに来てください。高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。コメントも励みになりますので、よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。